どうもこんにちは。今回はタイガースが新たに獲得したジーン・アルナエス選手がやる気満々な件をご紹介していきます。このチャンネルでは日々タイガースの情報や面白い動画を投稿していきますのでチャンネル登録がまだの方はぜひお願いいたします。フェニックスリーグも終わり11月からは秋期キャンプが始まります。そして 周期キャンプ参加メンバーが発表されました。投手では、復活を期待する森木投手や伊藤投手、西純也投手など、他にも若い選手たち。野手では、今シーズン不審だった中野選手や、さらなるレベルアップを目指す佐藤選手、前川選手や井上選手など主力も多く参加します。今シーズン、レギュラーとして戦った、いわゆるベテランといわれる選手の参加はなく、 若い選手たちにとったら、この秋が勝負です。一気に実力を伸ばし、現在のレギュラーと言われる選手を追い抜く勢いで頑張ってほしいですね。そして、この周期キャンプには、育成選手として今シーズンから加入していた、ベタンセス投手、マルティネス投手も参加するということで。この二人は、一年間ナルオハマで戦い、さらにはフェニックスリーグも参加、 周期キャンプにも参加するということで、支配下を目指して本当に頑張ってほしいですね。そして、さらにもう一人、新たな外国人選手がキャンプに参加します。ジーン・アルナエス選手です。アルナエス選手の獲得報道が出たのが、10月初旬頃。そして、10月29日に、球団から正式に契約を締結したとの発表がありました。 アルナイス選手はパナマ出身の22歳で右投げ右打ち。ポジションはファースト、セカンド、サード、さらにはキャッチャーもできるということで本当に楽しみな選手が入団しました。パナマ出身といえば今シーズンから加入し素晴らしい成績を残したゲラ投手がいます。今シーズンはブルージェイズ参加で51試合に出場、打率2割3分3厘、 日本塁打、12打点。という成績を残しています。マイナー通算では、124試合に出場、打率2割4分1厘、日本塁打、35打点。という成績を残しています。育成選手としての契約で、推定年俸は300万円とのことです。まだ22歳と若く、複数ポジションを守れるということで、可能性しか感じません。 アルナイス選手は、阪神タイガースと契約をすることができて、とても嬉しい気持ちでいっぱいです。新しい環境でプレーできることに感謝して、来年自分にとってすごくいい年になるように精一杯頑張りたい。と、コメントしています。契約発表があった29日当日、早速アルナイス選手は、室内練習場での練習をスタートしました。 ノックや打撃練習で汗を流し、早くもチームに馴染めているとのことです。アルナイス選手は、すごく体の状態はいい。毎日100%全力でやること。守備も自分の中では強化しているので、アピールしていきたい。アメリカでは最後の方は、内野手でやっていたけど、チャンスがあったらキャッチャーもできるというところを見せたい。と、話しました。 もうやる気満々です。素晴らしいですね。そして、佐藤選手らなどとも会話を交わし、異国の地に来てっていうのは、周りが少しでもサポートできればとは思います。と、話しました。これからは、毎日一緒に野球をする仲間、ライバルということで、一日目からチームと打ち解けるということは、本当に大事なことです。何人かは、 ドミニカ人から覚えたであろうスペイン語で話してくれたので、すごく迎えてくれてるなと思いました。と、話したアルナイス選手。藤川監督とも笑顔で挨拶を交わし、冗談を言ってくれた。自分の名前を面白く言っていただいたりとか、自分の国のことを言ってくださった。いい迎え方をしていただいた。彼のためにも頑張りたい。と、コメントしています。 藤川監督は、まだ来季からの契約になりますから、謎のスケット外国人として、でも大いに期待してあげてほしいし、育成だからとかではないと思いますし、入り口は関係ないと思う。すごく楽しみ。スローイングは強いし、他の選手の刺激になる。と、期待しています。島村球団本部長も、個人からというかパワーもある。 まだ22歳で、期待外がある。と、将来性を高く評価しました。このアルナエス選手は、8月にパナマで開催された、トライアウトの合格者です。過去で言うと、2008年に入団テストで合格し、育成としてタイガースに入団した、バルディリス選手がいます。その後、バルディリス選手は、タイガースで2年間プレー、バファローズでクリーンナップを任されるなど、 活躍しましまたアルナイス選手も将来タイガースを引っ張ってくれる存在になってくれることを期待していますそして来年から会場予定の尼崎の新2軍球場が充実していることもあり育成選手の保有増加も可能です球団本部長は新たな国際トライアウト構想を明かしました少し育成選手の保有数を増やしながらチームを作っていきたい その中には外国人を入れていきたい。と、語りました。第一回となった、ドミニカ共和国で行われたトライアウトでは、ベタンセス投手、マルティネス投手を獲得。そして第二回では、このアルナエス選手を獲得。そして球団本部長は、三回目の開催も示唆し、アジアの方でも、台湾でも育成選手を今回も、 オリックスが取ってるし、今後の展開を見ていきたい。継続してやることが一番大事。と、アジアでも開催する考えを明かしました。海外から原石を見つけてくることはとても難しいことですが、なんとか日本でタイガースで活躍してくれる外国人選手を獲得できるよう楽しみにしています。今年のドラフトでは、育成選手を過去最多の4名を指名。 そして、森木投手も育成契約となることから、合計12人の育成契約選手でスタートします。厳しい支配下の枠、現在の育成選手で誰が支配下枠を勝ち取るのでしょうか。来シーズンの育成選手事情も楽しみですね。以上、タイガースが新たに獲得した、ジーン・アルナイス選手が、やる気満々な件をご紹介させていただきました。チャンネル登録、 高評価をぜひお願いいたします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。